ちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カタチョビッター始めていきましょう。3位の筑波長和戦です。前回はアジアチャレンジトーフィンの決勝戦に戦ってますね。前回の公式戦は勝ってます。2対0。そんなに強くないのかな。しっかり勝って首位を追撃しましょう。だから力をかな、このまま頑張ります。実はこちらの方が断然高いな。耐えてしまった。前出て、お、チャンス。あっと、もう少しだった。少し押されてますね。これは夏木がキャッチ。危ない。逆サイドへ、ナーコ決まった。こちらボールをスローインです。お、クルミ、もう一回、ミホ、熱い守備に阻まれてしまいます。危ない。取りました。取られてしまいます。得点なく前半終了。その中段を変えます。待って、頑張ってもらいたい。いや、押されてる感じもありますね。お、ドン、ゴール前。左。おっと、中野、入ってしまった。先制点を許してしまいます。完全に抜かれてしまいましたね。
川の方がスタミナ余裕がある。まだ選手変えてないかな。あと、コンミスが目立ちます。当たってしまう。出てしまいます。さあこれで、ね、タリングクレミ、しかし、オフサイドだった。時間、ほっと過ぎていきます。チャーボールをするんです。急な縦パス。クレミ、バーに嫌われた。さあ、コーナーキックになってしまいました。点取られると危ない。次はキャッチ。時間がもう5分を切っております。うーさあ、アディショナルタイムは1分。シュート、負けてしまった。相手ペースで進んでいる感じはありますね。これは危なかった。ここで抜かれてしまいます。そしてゴール隅に。急な縦パス。このアイデア良かったんですが、コースを切られてしまいました。そして。シュート打つんですが、及びません。完全に筑波田川ペースかだったかな。3位落ちてしまいます。首位はちょっと難しいですね、今年は。武蔵野ホーネッツですね。攻めて、スコア長前2位を取られてしまいましたが、再度2位を取り返していきましょう。1勝3敗5引き分けとなりました。大阪を迫っております。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。